旅ですね。ここはじゃあ最初の終着点。終着地。終着地。旅の、あの途中。より道。変経過点。やーとし一人で初めてのおつかいパート2。まだ言ってるから。あ、見て。ほら。さつまいもチップス。どないや。ただ、おはるはカードしかないんで、食べられません。あ、そうだ。今、そうだ。気づいた。イエス。いや、車で1000円もあるからちょっと返すからここで使っちゃうのも。あ、確かに。本当だよね。ここで気泡が飛び込んでまいりました。はい、おはるさん、はい、現金ないためご飯抜きです。イエス。そういえばそうだよね、言われてみたらそうだったわ。待って、カード使える。朗報けどアジアンクックだよ。あそこ使ってトイレでさ、ここでため我慢して爆食い夜バイキングって言ったのに、もう由来だ。そう、由来だ。もう由来だ。まあ旅だからね。そう、え、けどこの旅の楽しさの一つでも、そう、ヤートシは死んでるからとりあえず、あ、けどどうせならちょっと違う、ご当地の。あ、これバンジっていうのか。あ、北海道じゃね。北海道か。北海道押してんな、夕張目の年祭りって書いてあるよ。それ全国の中見る。いや、クレープ食う。クレープ食う。食べたい。なんでだ。え、待って、何これ。マジ黒ちゃん、年祭りやってるよ、これ。もうこれでみんな絶対こっちに行っちゃうね、俺らは。確かにね。あ、観光もレストラン、これ帰りけど、サービスエリアが面白いし。そうだな。食べたい。ってもう一回言って。待って、あれは麺、あれラーメン屋なんか。そうなの。苦言さ、しゅうげんハップしたの。ちょっと、うまそう。うわ、超うまそう。なんか、これの中でさ、コーヒー持ってる。うまそう。コーヒーは、上コーヒー。ブランドコーヒー。結局ブランドには勝てない。ずっとブランドには勝てない。何これ。肉がまんまん。バンバン。どうしますか、皆さん。何食いたいですか。あれ、ラーメン屋。え、休業。けど普通におまんじゅう美味しそうだな。せっかくだから俺は外にしよう、ね。あ、見て、おはる、おはる、なんか買ってよ、こういうのちょこっとしたやつ。揺らぐね。カード次第。カードしだい。お食事が終わりましたら、返却口に。俺こんなガチで来たら夜食えないから、私の方が誰か。俺なんか適当にちょっと、もうちょっとこんな感じかな。外見てみるね。美味しいよね。俺好きなんだよね、こう練り物。あ、薬品食いよう。やるし、ラーメンもあるんだけど、こういう気を攻めるか、ラーメンケースでやってみる。よし、どっち食う。何も食わん。おい。吐く。バイキングは食えんの。夜までいい。盛り上げたい体調なんだから、盛り上げたいな。これ、うん、夜には復活して、焼き鳥うまそう。焼き鳥行こうか。なんみんな優柔不断が出てますね。え、ゼクどうすんの。ゼクなんでもいいっす。マジ頼むよ。え、俺カードが使えたことじゃない。お前、あそこしかねえよ。ここから使える。
ニョッキでしょ。ニョッキリ、ニョッキリする。うん、俺けどたこ焼き食いてんねん。どこ使えないの。多分使えない。たこ焼き使えないんですよ。食いそうやつが使えない。困った。だけどこっちの方がなんかさ、ローカル感強くない。うん、ほら、じゃあこれ牛タンコロッケバーガーとして。あ、そうしようか。決まった。なんでおめえが決めた。ダブルカレーコロッケバーガーとか。え、けどエビグラタン。どうなってる。クレープか。ちょっと待って。あ、じゃあゼクさん。あ、これ。え、なんか美味しそうじゃない？どう？焼きそば。ケバブドッグだって。どうする？ね、チム、チーズハムカツ、チムって言ったらいいの？チム、チムバーガー。うまそう。何がいいかな。ゆうたさんは女性に、女性がクレープ持ってたもんでちょっと興奮。あ、違うか。焼き鳥、そのうちに並ぶゆうた。どれがいいと思う。いや、いつもいいですよ。柱かホルモン食いてえな。あ、ね、これもいいよね。これじゃ違う本し。俺食えねえわ。なんでカードさん。お前何してんすか。確かに、本当に。どっちがいいかな。金貸せよ。なんか一本食べる。あ、じゃあ、ホルモン美味しそうじゃない。え、もうホルモン食わない誰か。じゃあ俺柱で。柱一本と、ホルモン一本。あ、頭とホルモンと、はい、豚トロ頭串。頭2本。頭2本だ。以上で。以上ですか。はい。え、じゃあ、あ、いっか。はい。だってそうだよ。しかも大判って書いてある。あ、みんな大判か。うん。1600円です。てか、後で100円返す。はい、サバーズ。はい、はい、ありがとう。寒い。近くない？近いか。いや、なんかさ、これズームするのあれやん。俊也さん、なんか言ってくださいよ。雑だな、振りが。ヒゲ丸ですか。じゃあ、お互い買ってあげればな。ここはあれだね、群馬じゃないよ。全然ね。クレープがちょっと混んでるから我慢だな。あれだけ食ったらめっちゃ腹減るそうです。いや、余計腹減る。ただバイキングに支障をきたす。いや、マジで。どうせでも逆にバイキングしょぼくてさ、食べときゃよかったってなるかもしれない。うわー、マジで。確かに。ちょっともう一個ぐらい買っとけば。カード使って。さっきの500円還元して。え、けどさ、あ、いや、いいじゃん。あ、じゃあそれでみんなで、みんなで割る。あ、じゃあみんなで割んねん、俺のやつ。それあとだから、トーク交換で出したから出してお食べよう、一緒に。だからこれで俺が注文したのを出してもらう。あ、そうそうそう。それで返さなくていいってこと。そうそうそう。バーガーは食いたくない。いや、そう、そこ見て、こう。たこ焼き買ってくれよ、ハル。たこ焼き、だってあっち買えないじゃん。あ、マジカード。俺もたこ焼き食ってんの。すごい、焼き鳥屋さん、外国の人だと思う。俺ら忘れられちゃったんですよ。ヤクさん、大丈夫ですか。あっちはカード使えないの。どこ。ここは使える。ここ。あ、使える。あ、そうか。じゃあ、クレープでいいの。これくれる。ありがとうございます。注文した間に行こう。俺じゃあここでくれるか。はい。俺な、俺は北海道のメロン。これうまそうだよ、メロンが。お邪魔する。え、じゃあ、いや、俺はいい。うん、じゃあ俺も買って。うん、あ、やっぱりこうか。これホイップスイートポテト。お腹たまるかな。どっちがいいかな。え、待って、ここクレジットカード使ってる。
俺のカードなくなった。はい、お待たせしました。これの恥ずかしさ、ちょっと聞きたいんですけど、カードって使えないですよね。カードはね、使えないです。あー、わかりました。すいません。現金なしの旅じゃん。そう、現金なしの旅、なんかそういうのもやってみない。あ、どこがつく、ここ、これが使えるか、ここが向こう、あ、ここ使える、あ、でもうダメじゃね。一緒やん、さっき。あ、ちょっとダメじゃん、俺ふざけんか。ここでしょ、ここで決めようぜ。何、ここで決めよう。え、ケバブあっちよ。そこも使えないじゃね。使えないわ。ダメじゃねえ。ここダメだよ、一緒だ。もう全然使えない。全部一緒だ。ダメだ。終わりました。終わったね。終わり終了。還元かかんねえじゃん。還元だから後で返します。そっか。じゃあ、あと1個ぐらい寂しいから買っとくか。やっとしてくれた。3人の旅みたいな。これと言ってないときは食わねえ方がいいって言うんだよね。迷うな。目の保養ってことで。じゃがいもも別に食いたくない。とりあえずこれ食おうぜ。食いたくない。食うか。これを食ったお腹でそうなんですか。うん、で、時間大丈夫。確かに。なんで時間。じゃあワンチャンさえ。じゃあそっちにする。ホルモンかな。はい、ありがとうございます。優しい、ありがとう。寒い、ケツが寒い。あ、けどすごいからしみたいのついてんね。じゃーん、イエーイ、乾杯。乾杯、乾杯。すげえ、なんかついてる。そう、タレが。いただきます。いただきます。どうっすか。うまい、うまい、ジューシー。ユダイ、これも寿司や。うん、うん、皮みたい。うん、これ結構、うん、食べて。うまい。酒がまた欲しくなっちゃう。いや、もうやばい。テンション低い。どうっすか、皮。そう、ホルモン。やばい、余計腹減る。やばい。このやばくないなのか。うまい。味噌。味噌。あ、チェックすんの。あ、そっか。美味しい。うまい。うまい。皮で。本当に皮なんじゃね、これっていう皮で、うん、この外国人間違ってる。ホルモンは何ぞやる。臭くね。確かに俺はなんかまずいのうまいうまい言ってるみたいな。めっちゃ臭くない。なんかね、多分そこだけあの下処理がちょっと。すいません、嘘ついてました。俺はうまい。ほんと、この臭さでもホルモンだなって分かるぐらい。臭さだね。あ、よかった、皮じゃなかったみたいな。ごちそうさまです。やべ、腹減った。早くチェック。腹が減りました。我慢できるかな。我慢しましょう。何時だろう、ご飯。6時とか。早くね、そんな早いのじゃないと耐えられない。5、6、7ぐらい。しかも、そう、なんか逆にああいうところってさ、あんまり遅くなるとさ、もうなんか受付終了ですみたいな。そうだな、節約も兼ねて我慢しよう。まあけど映像は撮れてるんですよ、うん、そうだね。よし、まあ、こんな感じで旅の途中また帰りとかまだ今後もあるから。俺はクレジット